私は日本共産党を代表して、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案、いわゆる社会保障プログラム法案に断固として反対する立場から討論を行います。本法案は衆議院での採決強行に続き、参議院においても本会議の出席説明、質疑を求めた野党の要求を無視不付託が強行されました。 そして、厚生労働委員会においても、不正常な委員会の状態のまま、わずかな審議時間で採決にされようとしております。こうした経過については、もちろん、与党に一義的な責任がありますが、本法案の土台となった三党合意を推進し、委員会審議に欠席を続けた民主党も、その責任を免れるものではありません。たとえ、 法案への賛否に違いがあったとしても参議院として審議を尽くすことが全ての会派に対して国民から付託された責任である。そのことを私は改めて強調するものであります。反対理由の第一は本法案が国が講ずべき社会保障制度改革の基本を 自助自立のための環境整備と規定したことであります。社会保障制度改革国民会議の8月の最終報告にあった、自助共助及び公助という言葉すら気を失って,てしまいました。これは憲法25条に基づく社会保障という考え方を完全に放棄し、国民を無理やり自助に追い込む宣言にほかなりません。歴代政権の悪性によって、 国民の貧困と生活苦が深刻化する中、その解決を自己責任に押し付けることなど、断じて許されるものではありません。反対理由の第二は、本法案が医療、介護、年金など、社会保障の全分野にわたる制度解約の実行を政府に義務付けていることであります。本法案でスケジュールが法文化されている内容は、国民の暮らしと健康に 深刻な打撃を与える解約のオンパレードとなっています。医療では70歳から74歳の窓口負担増が高齢者をさらなる生活苦や深刻な受診抑制に追い込むことは必至であります。入院給食費の保険給付から外せば数千億円に上る患者への大負担増になりかねないことも明らかになりました。国保加入者の貧困化が深刻になる中、 財政の都道府県単位化によって、国保税の値上げを迫る政府の姿勢が、矛盾を一層深刻化させることも間違いありません。介護保険では、利用料の2割負担への引き上げが、一部の高所得者とは到底言えないような広範な利用者に襲いかかること、養子縁者の介護サービスの切り捨てや、軽度者の特用ホーム入所制限が、 必要なな給付をを抑制して高齢者の要介ごとの介重度化を招きか,けなかねない問題点も明瞭であります年金では、今年度から3年間かけて実施される約1兆円の支給削減に続き、マクロ経済スライドの発動で、連続的な支給削減のレールが敷かれた上年金の支給開始年齢の先送り、年金課税の強化も検討されています。 子供・子育て支援新制度が保育の現場に深刻な影響を与える問題点も参考人質疑などで指摘されました。本法案は政府が決めた社会保障の全分野にわたる大改悪の以上のようなス,テスケジュールを国会に可決させ政府にお墨付きを与えるものとなっています。このような自作自演の規制事実化は断じて容認できるものではありません。 反対理由の第三は、本法案が目指す社会保障制度改革なるものが、消費税の増税分を社会保障にという一体改革の偽りの看板すら投げ捨て、社会保障の理念と制度を根底から掘り崩す社会保障解体路線に他ならないということであります。本院の審議の中で、今後政府が実施を予定する医療、介護、年金の負担増、 給付削減の総額が明らかにされている分だけでも年間3兆円を超え消費税増税による充実分と宣伝された2.8兆円を上回ることが明らかになりました昨年成立した社会保障制度改革推進法では社会保障の公費負担は消費税収を主要な財源としていましたが本法案では消費税収を社会保障給付に 活用するという規定にとどまり、同時に社会保障の給付の重点化及び制度の運営化の効率化などによる社会保障費削減を行うこととしています。消費税は社会保障のためなどという議論はもはや完全に保護とされているのではないでしょうか。国民には消費税増税を押し付けながら社会保障は縮小解体する。 まさに国民生活と日本経済の土台を根底から壊す道を進むわけにはまいりません。同時に、委員会審議でも明らかになったように、本法案は、医療、介護、年金などの制度解約の枠組みだけを決めるという異例なものであります。従って、それぞれの改定内容は、広範な国民の意見を聞き、当然のことながら、 今後の徹底した国会審議によって決定されるべきものであります。日本共産党は、安倍自公政権の社会保障解体路線と全面的に対決し、消費税に頼らずに社会保障を再生充実する対案を掲げ、国民的共同を広げて戦う決意を述べ、反対討論を終わります。